今大学に設置されている原子炉施設で学ぶ学生たちがいます。この原子炉は発電もしない、熱も出さない、学生たちが実習に使うことを目的とした教育用の原子炉。これまで50年以上にわたって多くの学生たちに学びの場を提供してきました。本物の原子炉ですから、やはり失敗はできないといいますか、とても緊張感がありました。ただただ本を読んで理解するよりも断然理解するスピードが上がりました。現在こうした教育用原子炉は国内にわずか3基。貴重な実験実習の場として全国の学生たちに活用されています。原子炉がすぐ目の前にあると、でしかもそれが触れる、原子炉を自分たちの手で運転することもできると。2018年に閣議決定された新しいエネルギー基本計画では、技術自給率の向上を図ることの重要性が謳われています。エネルギー基本計画の中で重要なベースロード電源と位置づけられている原子力の分野でも、今後原子力の知識や技術力を持った人材の育成が欠かせません。原子力をですね、維持していくのも新しいものを作っていくのも、これ人材が必要です。さらには原子炉の廃炉という問題が出てきました。この廃炉をするにあたっても原子力の人材が非常に重要となってきます。そうした役割を担う教育の現場では現在どのような取り組みが進められているのでしょうか。そして今後の課題とは何なのでしょうか。数少ない人材育成の場として期待される大学の教育用原子炉を訪ねました。大阪府東大阪市の市街地に位置する近畿大学のキャンパスです。その一角に原子炉設備があることをご存知でしょうか。近畿大学原子力研究所が所有する原子炉です。原子炉といえば私たちはまず原子力発電所をイメージしますが、なんと原子炉の近くに人が集まっています。大丈夫なのでしょうか。実はこちらの原子炉は学生たちが原子力について学ぶために設置されている教育目的の原子炉です。その出力はわずか1ワット。発電もしない、熱も出さない、極めて安全性の高い原子炉なのだといいます。普通の原子力発電所なんかですと、電気出力は100万キロワットぐらいありまして、でその元になる熱はその3倍ぐらいあるので300万キロワット。だから30億ワットぐらいの熱出力があるんですけども、近畿大学の原子炉は1ワットしか熱出力ありませんので、フルパワーで運転していても温度がほとんど上がらない、ですから非常に極めて安全性の高い原子炉で、学生なんかがですね、原子炉を自分の手で操作して自分の手でいろんな実験ができるという、そういう原子炉ですね。このようにごく低出力の原子炉ですが、基本的な構造は一般的な原子炉と同じだといいます。構造の中心となる炉心部を見せてもらいました。こちら側の全体が近畿大学の原子炉の炉心になります。でこちらとこちらにタンクが2つありますけども、それぞれ燃料タンクでして、でこの中にそれぞれこちらに6体こちらに6体原子炉の燃料体が入っています。特徴的なところは真ん中に広いドライな領域を設けています。ここでいろいろなサンプルを照射していろんな実験ができるように、そういうふうに今設計されています。例えばですね、ちょっと入りますが、こちらの黒煙ブロックの一部はこのように取り出せるようになっておりまして、でこの小さな穴がありますけど、ここにそれぞれサンプルを入れて、それで中性子の測定実験をしたりサンプルの照射実験をして
でそういったものを解析することによって、まあ、原子炉物理とか放射線工学のこう勉強ができるようにという、そういう、まあ、配慮のなされた設計になってます。近畿大学ではこの原子炉を使って学生たちを対象に実験実習を行っています。実際に原子炉の運転を体験する運転実習をはじめ、原子炉で生成される中性子を使った実験など、さまざまなカリキュラムを実施しているといいます。実際に実習を体験した学生たちはどのような感想を持っているのでしょうか。現在は大学院で原子炉物理を学んでいる中島邦弘さん。もともとは電気電子工学科でエレクトロニクス関連の勉強をしていましたが、こちらの原子炉を知って原子力の研究に興味を持ち、この分野に進んだといいます。実習を受けた感想は？本物の原子炉ですから、やはり失敗はできないといいますか、とても緊張感がありました。実際の操作であったり点検作業であったり、座学で学べないところを体験できるということで、とても勉強になりました。高橋和樹さんも原子炉物理を学ぶ大学院生。高橋さんは初めからこの分野の勉強をしたいと考え、この大学を選んだといいます。実際に原子炉を使った実習を体験した感想は？研究を行うモチベーションになるのは間違いないですよね。人が実験したデータを解析してるわけでもなく、やっぱり自分が実験を行って得たデータで自分が解析を行うっていうのは、とっても、恵まれてるなと。島津美優さんは現在大学院で医療分野で利用される放射線の測定技術に関する研究を行っています。学部生の頃は生命科学科で遺伝子解析や細胞培養など生物系の勉強をしていた島津さん。その頃原子力研究所に関わる機会があったのをきっかけに、この分野に進んだといいます。もともと原子力については全然知らなくて、私工学系じゃないしちょっと苦手だなって思ってたら、実は原子力の分野って医学とか生物系の分野も活躍する場があって、これなら私が学部で勉強したことを生かして新しい知識も吸収してチャレンジできるなと思ったので、こちらを選びました。島津さんがこちらの原子炉で実習を体験したのは大学院生になってからでした。初めて実習を受けた時の感想は？まさか自分が原子炉を動かす機会があるとは思ってなかったので、そのワクワクとした気持ちもありましたし、その教科書で学ぶよりもすごいその頭に入ってきやすいといいますか、手を動かして実際に自分が測定して結果を解析するっていう一連の流れがあるので、そのただただ本を読んで理解するよりも断然理解するスピードが上がりました。近畿大学の原子炉は1961年に設置され、その年の11月に運転を開始。以来50年以上にわたって学生たちの教育に利用されてきました。1980年代からは他の大学の学生にも実験実習の場を提供してきました。そして今後もそうした教育に活用していく計画だといいます。原子力をですね、維持していくのも新しいものを作っていくのも、これ人材が必要です。さらには原子炉の廃炉という問題が出てきました。この廃炉をするにあたっても原子力の人材が非常に重要となってきます。頑張ってこの原子炉を運転して続けていきたいなと思っています。今日本にとってこうした人材の育成は大きな課題となっています。それは私たちの暮らしに不可欠なエネルギーの分野でも同様です。2018年に閣議決定された新しいエネルギー基本計画では、技術自給率の向上を図ることの重要性が明記されています。
ここでいう技術自給率とは、国内のエネルギー消費に対して自国の技術で賄うことのできるエネルギー供給の程度のことです。なぜ今そうした技術自給率を高めることが重要だと考えられているのでしょうか。総合資源エネルギー調査会基本政策分科会委員を務める東京大学大学院教授の山口明さんに聞いてみました。日本の実情を考えますと、エネルギー自給率も食料自給率も先進国の中では最低のレベルにあるわけです。そこで技術自給率なんですが、日本はやはり資源を輸入して工業製品輸出して、で科学技術立国としてやっていくと、これが日本の国の在り方だと思います。でそうであるとすれば、科学技術立国としてあるに必要な技術というものをしっかりと基盤を含め世界の最先端に位置づけられるようにしておかなければいけません。技術というものを自分の国の中でしっかりいろいろな重要な製品が作れるように確保しないといけない。ではこの技術自給率を今後どのようにして向上させていくのか、それにはまさに人材の育成が欠かせないといいます。技術自給率というのは、言ってみれば科学技術で国を立てていくための潜在的な能力というふうに言うこともできると思います。新しいイノベーション、それから新しいアイデア、仕組み、それをどう提案していくかと、そういう能力であるわけです。いかにそこを牽引していく優秀な人材をですね、育成していくか、その問題に尽きるんじゃないかなと。人材育成の重要性はもちろん原子力の分野でも同じです。新たなエネルギー基本計画では、原子力を重要なベースロード電源の一つと位置づけ、2030年度には電源構成の20-22%を原子力で賄うとしています。その技術を担う人材をいかにして育てていくかが今後の大きな課題となっているのです。まさに今は廃止措置でも人材が求められていますし、原子力発電所あるいは規制でも人材が求められている。まさにいい人材がいれば、新しい技術というのは維持発展していくことは可能なわけですね。人材に対してもっと重きを置いて、考えるべきだと思います。こうした人材育成に大きな役割を担うのが、大学に設置されている教育用原子炉です。現在日本では近畿大学にある1基のほか、京都大学に2基の教育用原子炉があります。こちらはそのうちの一つ、比較的大型の原子炉で中性子を使った化学実験やがん治療の臨床試験などに利用されています。こちらは最大出力100ワットの原子炉や放射線の基礎研究と教育を行うための原子炉施設です。こちらの原子炉施設では、原子力を専攻する全国の大学院生を対象に実験実習のカリキュラムを組み、毎年教育活動を実施。現在12の大学が参加し、年間約200名近い学生が受講しているといいます。学生さんはですね、テキスト、教科書等で原子炉に関するさまざまな勉強をしているわけなんですが、実際の原子炉を見たりする機会というのは非常に少ないと思います。そういう中で、ここでは原子炉に身近に触れて、燃料というものにも直接触るようなことを行ってですね、原子炉に関する基礎的な、非常に基礎的な実験を行うことで、原子炉というものがどういうものかということを学ぶことができる。原子炉がすぐ目の前にあると。でしかもそれが触れる。でしかもそれをここでですね、原子炉を自分たちの手で運転することもできると。本当のウランの燃料を使った、本当の原子炉を使ってそれを運転するというのは、学生さんにとってもですね、もちろん初めての体験だと思います。でそういう中で、本当の原子炉のいろいろな振る舞い、出力が上がったり下がったりするとか、そういうような振る舞いをですね、肌で感じることができると。
このように現在日本には2つの大学に3基の教育用原子炉がありますが、これらの原子炉に思わぬ事態が訪れます。2011年の東日本大震災後、新たに設けられた新規制基準による安全審査のために約3年にわたり運転を停止したのです。その間、学生たちは学びの場を失うこととなったのでした。原子力分野の人材育成で中心的な役割を担う大学の教育用原子炉。しかし2011年以降の原子力関連施設の規制強化に伴い、2014年2月に近畿大学の原子炉が、同じ年の3月と5月に京都大学の2基の原子炉が相次いで停止。それまで学生たちに貴重な実験実習の場を提供していた原子炉が使えなくなってしまったのでした。近畿大学原子力研究所准教授の若林さんはその時の感想をこう振り返ります。やはり新規制基準という、日本の原子力規制にはきちっと従わなきゃいけないので仕方ないことではあったんですけども、ある意味で原子力の人材育成に空白期間を作ってしまったわけで、非常に残念なことだったなというふうには思います。今は大学院生としてこの研究所に所属している中島邦博さんは、学部生の頃の実習ではせっかくの原子炉が使えなくて物足りなさを感じたといいます。やはり実際の実験ができないということで、シミュレーションという形でやっていたんですね。ただデータを模擬する形だったので物足りないといいますか、自分での想像ができない部分がやっぱりあるので、そういったところで苦労はしましたね。原子炉は停止したとはいえ、教育カリキュラムをストップすることはできません。その期間、学生たちの教育を継続するためにさまざまな取り組みが実施されたといいます。結局その原子炉を使えないので、中性子を出す、放射線源を使ってですね、そして中性子測定の実験をしたりということで、原子炉を使わない実習をで振り返るということを一つやりました。でそれと、非常に限られた人数なんですけども、韓国の大学が持っている教育用の原子炉に、学生を連れて行って、でそこで、近畿大学で以前やっていたような実習をやるということで、3年間しのいだと。国内の教育用原子炉が全て停止した期間、それを代替する実習教育として実施されたのが、韓国の教育用原子炉を利用するという取り組みでした。韓国にはソウルの南約40キロメートルに位置するキョンヒ大学校グローバルキャンパスに、大学が所有する唯一の教育用原子炉があります。この原子炉の出力は10ワット。日本の教育用原子炉と同様、ごく低出力の原子炉です。実はこちらの原子力施設と近畿大学の原子力研究所は、日本の教育用原子炉が停止する以前から人材育成のための国際交流プログラムを実施しており、日本の学生を対象とした実習はその一環として行われたといいます。こうして2016年からこちらの原子炉を利用した実験実習が実施されました。近畿大学のほか、名古屋大学や京都大学などの学生も参加したといいます。この原子炉センターで学生たちの指導に当たっているのが、センター長のキム・ミュンヒュン教授です。実は韓国でも一時期、韓国内の学生たちが実験を行う原子炉がなくなってしまった時期があり、その間韓国の学生たちは日本の教育用原子炉で実験実習を行っていたといいます。韓国도한동안트리가원자로가폐쇄되기로결정되면서학생들이실험할장소가없었습니다그당시저희가6년동안교토대학
신세를 져서 한국 학생들이 가서 실험을 했었고요. 그때 제가 인솔 교수로서 쭉 참여하면서 일본의 교육 프로그램이 어떻게 진행되고 있는 걸 보고 배웠습니다. 그 보고 배운 프로그램에 저희가 자체적으로 있는 교육 프로그램을 합쳐서 새로운 프로그램을 만들었고, 저희들이 운영하던 중에 일본이 가동 중지가 되는 바람에 저희가 은혜를 갚을 수 있는 기회가 생겨서 거꾸로 저희가 일본 학생이 저희를 방문하는 그런 서비스를 하게 된 것이고요. 앞으로 또 이렇게 서로 돕고 돕는 그런 관계가 될 수 있다고 생각을 합니다. 운전이 停止して ほぼ 3년. 신규세 기준의 下での 厳しい 안전 심사를 経て 2017년 4월 ついに 近畿大学の 교육용 原子炉が 운전을 再開. また 同じ年の6月と8月には京都大学の2基の原子炉も運転を再開しました。こうして国内3基の教育用原子炉は再び実験実習を行えるようになりました。これは再開後近畿大学の原子炉で全国の中学高校教員向けに行われた研修会の様子です。教員の方たちに科学的な視点から原子力や放射線の知識を深めてもらうことを目的に、運転が停止する以前から毎年行っている取り組みです。学生を対象とした実習はもちろんのこと、こうした取り組みは今後も続けていくといいます。今日本ではその動いている研究、研究用の原子炉がですね、近畿大学の原子炉と京都大学の原子炉だけになってしまって、そういう意味では非常に責任重大だと思ってます。まずはやはり今ある施設をしっかり維持してですね、学生だけじゃなくてもう大学の教員とか研究者でもそうなんですけども、実際に実験をやったり実習をやったりして経験を積んでいける場をですね、きっちり確保していくと。再び人材育成の場として使われ始めた教育用原子炉。今後の教育用原子炉の在り方をどう考えるのか、専門家に聞いてみました。京大炉、近大炉、あれだけでいいのかと、この先もいくつも作らなきゃいけないんじゃないかというものが出てくるわけですが、しかし昔と違って今はネットワーク、あるいは大学の連携、あるいは海外とのネットワークがですね、格段に進んでるわけですね。そういう研究機関、大学のネットワークを活用していけばですね、例えば、アジアで言えば日本だけではなくて韓国や、それからあと東南アジアでも非常に原子力に対して強い関心を持っている国多数あるわけで、そのアジアの広域として、教育用原子炉の活用を考えると、じっくりと関係者が議論してどういう役割に重点を置くのか、でどういう性能を持つ原子炉が日本に適しているのか、でそれで不十分なところはいろいろな研究機関や海外とのネットワークを使ってどう補っていくのか、そういう総合的な思考が必要なんだと。将来にわたって技術自給率を維持し高めていくことは日本にとっての重要な課題の一つです。そのためには人材の育成が欠かせません。今数少ない原子力の実習教育の場で学ぶ学生たち、ここで学んだことを将来どう生かそうと考えているのでしょうか。新しい方の原子炉の開発のに関する研究をやっていきたいと思っております。今の研究につながる原子炉の開発であったりとか設計であったりとか、核燃料に関する何か仕事をされている企業さんに就職してこれからにつなげていければなと。まだまだやっぱり事故があってから悪いイメージが残っているなと、そういうイメージを払拭するためにも自分の研究が医療の場で役に立つような形になって、もっともっとその放射線に対する
人のがん治療にも使われているんだよっていういいイメージをみんなが持ってもらえるようになればいいなと思っています。今後に課題を残す大学の教育用原子炉ですが、学生たちはここでの経験を着実に身につけ羽ばたいていこうとしています。14時57分原子炉起動しました。